前回のカズクラ、いい加減終わらせるということで整地だ。残り半分の整地を全部終わらせることにした。やっぱり手掘りだ。 TNT なんか使ってられない。手掘りでガン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 掘っていくと、なんということだろう、意外と早く終わるんだ。2人の力を合わせればこんなに早く綺麗に、じゃじゃーん。さて今日はブロック置いていくぜ。はい、どうもこんばんは、カズクラでーす。そしてなんかめっちゃ飯食う音聞こえる。おいっす。おはよう。おはよう。いやもう夜だよ、夜。よし寝よう。久々、うわパンパン。こんなか。入れるところなくて困ってるんだ。ちょっと一個旗、ここにさ、どう？なんかまがまがしくないか。俺大丈夫か？魔除けか？なんかボスの部屋みたい、中ボスの部屋みたいになった、これ。めっちゃかっこいいじゃん。なんじゃこれ？気に入った。なんじゃこれ？いや絶対マングローブのドアとかいらんだろこれ。な、土に戻そう、これは。あ、もういいのね。うん、土に戻そう、いろいろと。あ、リンゴ、リンゴも別に、もういいよ。はい、土に戻そう、このも土に返そう。断捨離、いいやつや。まあまあ、こんなとこだな。な、寝よっか。すや。すや。よく出た。さあ、というわけで今日はついに完成させる日がやってきたらしいぞ。ついにこの日が来たか。いや、ここをほら、あっち半分も綺麗にすることでなんとなくの雰囲気が出来上がるんじゃないか説があると思うんだ。これすごいよ、これいい感じだね。いい感じだよね、これ。もうやるしかないよな、これ。やっちゃえ、家族ら。おーす。ということで今日はこちらすべてを綺麗にやっていこうと思います。レッツゴー。早速やってっか。やろう。この一番上の段からやっていくといいかなと思うんだけど、このデコボコも作るだろ。このデコボコ、このデコボコも作ろう。これ大変だぜ。二人でやればなんとかなるよ。一旦これレンガ敷いてって後で削ってやるか。これそうしようか。ほんなら早速やっていきますか。ここでもいろんなブロック作れるようになるからな、とりあえず。すげえ。でこの音が気持ちいいだろ、これ。すごくいい音がする。内壁を張ってくぞ。いや、サンダー。なんだ。見てくれ。私はな、見てくれ。なんでそんな早いんだ。すごいだろ、これ。すごい、さすが家族らだ。すごいだろ。すげー。こっちにおいては、私の右に出るものがいないんだよ、これ。じゃあ、ハーフブロック敷いてくね。そうだな。うん、それでいこう。あ、な、ハーフブロックちょっと やるよ、これ。ありがとう。ぽい、ぽい。あ、ぽい。まあ、というわけでまずこの1段やってみようか。変なズレがないか確認する意味でも。そうしよう。というわけでレッツゴー。オッケー、よし。な、次ちょっとね、この切り欠き作っていこうか。 3×4 で1回掘ってほしいんだ。了解。ん、坂井さん大丈夫か。大丈夫だ。お、やってってる、やってってる。もうちゃんとやってるぞ。真面目にやってる。うちはいつでも真面目だ。ちょっと待ってね。まず形を作るとこういうことなんだな。こういうことだよね。なるほど。本来の穴の開け方としてはここにカエルのライト入れるんだな。そう、カエルのスポット。こんな真面目にやってたんだわ。まずはこの穴を開けていこうか。わかった。全体的に壁張りとこれの作業をやっていこうか。了解。おーしな、一旦寝るぞ。うわー、よく寝た。さあ、というわけでやっていきましょう。よし、やってこう。なら、あっちの横の段をやっていこうかの。了解。忙しいぞー、これは。では、今から一生懸命な壁張り、床張り大会、参りましょう。レッツゴー。ほよ。なかなか慣れてきただろ。どこまで行く？私も悩んでる。町と似たような感じっていうと、ここら辺までは行った方がいい説はあるよな。あ、なかなか。なかなか頑張り屋さんだろ。うん、すごく。うんなら、とにかく進んでいくからな、このまんま。オッケー。下、ここも貼っていくか。そうしよう。ここもせっかくだから段差つけた方が本当はおしゃれなのかな。どうなんだろう。モンスターも湧かなくなるし、もうどうせなら下付きでやっちゃわない、これ。じゃあそれでやってこう。一旦ね。
おーし、坂井さんだ。はい。一旦足りなくなったな、これ。そうだな。とりあえず、掘り抜くか。そうしよう。大丈夫？変な笑い声が聞こえるんだけど。この間の TNT 設置の穴を見つけて思い出しちゃって笑っちゃったんだ。え？そんな穴あんの？あの大失敗したやつだ。あー、なるほどな。ポーチだからな。我がワールドではそんなもんは。そうだな、とても順調な気がする。いや、順調すぎて怖いぐらいだよ。ただだよ。うん、どうした？恐ろしいことにもう30分は経過してるんだ。これ40分だ。もう楽しくなってるだけなのか、これ。そう、実は順調な気がして、意外と時間が経ってるってやつだ、これ。実は社会頑張ります。実はだ。ナイス、ナイス。よーし、終わった。これで終わったのか。これで一旦終わりでいいだろう、今日は。もういいと思う。頑張りすぎだよ。さあ、というわけで今日はこんなとこで終わりますかね、坂井サンダーさん。あと少し待ってくれ。あ、そうだ、まだまだそこだけあった。ちょ、頑張ってくれ。これで OK だ。さあ、というわけで、ほぼ完成でーす。イエイエイ、イエイエイ。いやー、頑張ったんじゃないの、これ。めちゃくちゃいいのができたよね。でもここまで来るともうすごいみんな褒めてくれると思ってんだけどさ、これまだ上の世界はあるね。これデコボコかっこいいね。やっぱデコボコかっこいいね。なんかここまですると左右もやりたくなってくるよね。夢は広がるね。わかる。いやでも材料も足りんし、なんかね、マジどうしようっていう感じで、木材コリコリしないといけないね。木材コリコリをちょっと将来的に。なんか使えなかったか。他のワールドに木材コリコリマシンはあるけどね。なるほど。うん。まあ、というわけで今日はこんなとこで終わります。開いた。あ、ごめんごめん。大丈夫。テンション上がっちゃって。うん、終わりたいと思います。みんなもう道具の使ってる人の前には出ちゃダメだよ。気をつけようね。ごめんね、坂井さんだ、殴っちゃって。いいよ。というわけでまたお会いいたしましょう。じゃあのー、バイビー。